とどめ行くよ。うん。ガシャン。はあ。うわ、うん、なんだ。うわ。え。つまんねえもんだ。おい、何もんだ。除菌。え？ああ。うん。え？獣王者？もう一人いたの？ありえない。最後の王者の資格は鳥男が持っているはずだ。あなた方のお仲間ではありません。ナリア。これはジニス様がお作りになったブラッドゲームのエクストラプレイヤー、名付けてザ・ワールド。ザ・ワールド？ああ、ジニスが作った。乱入なさい、ザ・ワールド。ジュシュン。うわっ、イーグライザー、はっ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 さっ、うわー、ブン、ヤマト。はい、ヤマト君。こんにちは、変形合体です。今日は動物戦隊獣王者のガシャポンのビッグサイズなりきりウェポン01を紹介します。こちらは空気を入れて遊ぶなりきり武器の第1弾です。1回200円で全部で4種類です。1番はイーグライザーです。こんな感じで入ってます。取り出しました。広げてみると、おお、こんな感じですね。空気を入れました。結構長いです。ちょっと見えにくいかもしれませんが、ちゃんとイーグルの絵も描いてあります。2番はイーグライザーのムチバージョンです。こんな感じで入ってます。取り出しました。こんな感じですね。おお。空気入れてみます。空気入れました。こんな感じになりました。この辺はもうヘビみたいにくねくねできますね。そんな感じです。2つのイーグライザーを並べるとこんな感じです。一見ムチバージョンの方が若干長いんですが、その分持つとこが短くなってますね。なのでこれずらすと実は長さは一緒でした。3番は獣王バスターの剣モードです。こんな風に入ってました。取り出しました。ちょっと広げてみます。んあれ、あ、こうですね。おお、こんな感じです。できました。結構長いです。で、ここの部分がかなりボリュームあります。なんか色もはっきりしていていいですね。大きさはイグライザーと大体同じですが、若干ジオバスターの方が長いです。食玩も並べるとこんな感じです。大きさが全然違います。ちなみに冒頭で出てきた他の2本はこの裏地が青いのが第2弾で、赤いのが第3弾のジオバスター剣モードです。そして最後の4番はまさかのキングソードですね。こんな風に入ってます。取り出しました。広げてみます。うわ、ん、こうですね。膨らましました。これも結構太くて、この手が届かない、指が届かないぐらいボリュームがあるので、膨らますだけで結構もう息切れですね。こんなに大きいと思わなかったです。はあ。ちなみに他のと並べるとこんな感じです。大体同じぐらいですけど、キングソードが若干長いですね。
ちなみに需要があるかどうかちょっと分かりませんが、最初に登場したこのお面はアマゾンで買ったやつです。ちょっと小さめなので子供が被る分にはいいんですが、大人がつけるとちょっと顔とか髪の毛がはみ出してしまいます。その点テレビくんやテレビマガジンのお面はちょっと大きめなので、大人がつけても顔がはみ出さないのがいいですね。昔のテレビくんとかテレビマガジンを今買おうとするとちょっと値段が結構高くなってたので、今回はちょっとお面を買いました。ちなみに手袋は100均で買いました。この白い方も100均で買いました。ちなみに手のところは100均に売っていたこの色画用紙帳を使いました。これの一番下ですね、この黒いやつです。切り離して半分に折ってハサミで切ります。そうするとこんな感じです。そうするとこんな風に手を乗せてこうですね、こうやってこの辺をテープで留めればいいですよね。あとはこの手のギザギザのやつですが、ソフビのこのギザギザとかテレビマガジンとかテレビくんとかを見ながら100均に売ってた画用紙を切り出して作りました。ちなみにさっきの画用紙には白が入っていないので、これ別に白い画用紙が必要です。こんな風に切り出してちょっとずれてますけど、このこことかですね、テープで留めました。ちなみに結局写ってませんでしたが、この足のギザギザも作って、実はついてました足に。ちなみにこの部分はエグゼイドの白衣ですね、白衣を切り取った跡です。というわけでなりきりエポン1でした。最後まで見てくれてありがとうございます。変形合体するおもちゃを毎日レビューしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。